では両チームのスタメンご覧いただきたいと思います。まずはホームの蒲田マーレ讃岐、フォーメーション442、ゴールキーパーは今村、フォーバック右から川崎、宗近、奈良坂、奥田、中央江口と岩本、そして本節右に下川、左に吉田と予想しています。2トップは後藤と赤星です。さあそして対しますアウェーの富山、こちらは前節からスタメン7人入れ替えるということになりました。ゴールキーパー変わらず田川、フォーバックこちら右から鍋田、下堂、林道、野口、中央脇本と末木を予想、右に伊藤、左に椎名、そしてツートップとしています松岡、そして高橋俊太、フォーメーション442を予想しています。カターレ富山です。奥田から長いボール、手前側下川、その後方川崎、一旦キープして左足振り抜いた、キーパー正面、香川がここは抑えました。ミドル放っていきました、川崎一輝です。このプレーセカンド野口からもう一度左サイドコンビネーション、中央付近落としてシュート、ゴールのここは右、体勢となりましたけれども、なんとかシュートまでは持っていきました。そのプレー、さあ富山はここもしのぎどころ、ここもシュート、ちょっと距離のあるところでした、奪った、ここも下川、前を向くスピードアップ、溜めて赤星に託す、赤星のシュート、これも田川が抑えた。ボール赤星がここはキープ、倒れてここは PK のチャンス、大きなチャンスとなりました。讃岐 PK ではなくエリアの外、エリアの外になりました。長い前から江口がいった、江口直のボール、今シーズン初ゴールとなりました。江口ポストギリギリのところ、吐き出してもう一度下川、中に放り込んでファーサイド、この後のセカンド富山を取りたいところですが、まあ、人数的にはやはり佐々木が有利。左サイドから自ら狙ったパンチング、キーパー高く上がってきました、よく反応しました田川、そしてフリーの吉田、さあここはどうするか、2人ついていますが一旦戻す、もう一度吉田、吉田がクロスを上げるファーサイド、川崎のヘディングでした、ちょっと力のないヘディング、もう一度野口、さあこの辺りのコンビネーション、野口クロスを入れる、グラウンダーこぼれたところ、後ろからまだある、最後は脇本シュートを放っていったでしょうか富山、後ろから野口クロス、キーパーパンチング、ちょっと中途半端、こぼれてなんとかかき出す、もう一度野口足元へ、野口がここもキープする、後ろからマテウスレリア、ここは打たせない、逆にカウンター、佐々木が映る、吉田、野口が持ち込んでスペース空いているところ、最前線には大野、その後方佐々木もすっと上がっていく、さあ中には選手4枚、うまい、頭に当てた、マテウスレリア折り返しのボール、これは高く上がっています。大混戦の J3、 その台風の目となるか、たまたま荒れさぬき、最後は米山監督、大きく両手を突き上げました。ホームのかまたま荒れさぬき、1対0、見事に勝利、今シーズン2度目の連勝、富山らは
これで連敗4連敗ということになりました。